ここカーボンですか。ファーギブネス。はい、皆さんこんにちは、関光太郎です。今回はですね、ゼビオグループさんにお声掛けをいただきまして、新しい話題のドライバーです、テーラーメイドのステルス2ドライバー、これをですね、私打ちまして、特徴、それからどんな方に合うのか、これを皆さんに分かりやすくご説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。では比較のために、まず昨年発売されて大ヒットしたですね、はい、ステルスドライバー、前作のモデルをちょっと売っていただきたいと思います。はい、これね、本当にたくさんドライバーの指導するお仕事ありますけど、もうトップレベルというか、僕的には一番世界で飛ぶドライバーなんですよ、これ。はい、いきます。はい、まあ、本当に軽くヘッドスピードもさほど強くは振っていませんし、やや遠側、ボール半個ぐらい分ぐらいですかね、ちょっと遠側に当たったんですけど、もう飛距離結構出ております。これただですね、飛ぶんですけども、なかなかヘッドスピードも上の方の人がいいぞっていう感じで、それ以下の人がちょっと上がりきらない、捕まりきらないっていう声が結構多かったかなっていうドライバーでしたね。はい、続きまして最新作、はい、ステルス2ドライバーを試打していただきたいと思います。はい、こんな感じです。そんなに見た目の印象は大きくは変わったっていう感じはないですかね。はい、構えた感じは、あ、ちょっとね、こう丸くというか優しくなったかなっていう感じはしますね。丸みをこう全体的にあるかなっていう感じがします。今回も例のですね、はい、60層カーボンツイストフェースという、ね、カーボンフェースを採用しているのが、まあ大きな特徴なんですけど、はい、ステルス2の特徴はですね、前作はカーボンクラウンだけだったんですけど、ソールもカーボンになりました、はいはい、ここですね。そして外周ですね、はい、外周がですね、特殊強化カーボンコンポジットリングというんです。え、ここカーボンですか。カーボンなんですよ。ここはカーボンだったじゃないですか、はい、でここもカーボンでしたね、はい、でここカーボンになったのは、ちょっと一足先に出た、テーラーメイドのグローレ、はいはい、これカーボンになってましたよね。そうですね、はい、ここもカーボンですか。そうです。ここ普通金属じゃないと壊れちゃいませんか。例えばそのステルスグローレであるとか、はい、シム2ですね、前々作のシム2とかはアルミを使ってたんですね、はい、フォージドアルミコンストラクションと言ってましたけど、ほうほう、はい、今回はそこもカーボンにしてしまったと。金属の部分はどこですか、じゃあ。ここか。その外周ですね、フェースの外周がですね、チタンフレームというですね、はい、ここが金属になっているという。ここだけってことですね。あとバックウェイトですね。あ、これ、これとこれ、はい、バックウェイトとソールウェイトが金属で、そこは結構大きい重量物が入っております。へえ、もうなんかどん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 こう新しいのが出るたびにカーボンの面積が増えていきますね。余剰重量がたくさん生まれてということになりますよね。そうですね。でそれを効果的に配分したというのがですね、大きな特徴になっているモデルです。すごいですね。これ専門的な話ですけど、カーボン接着するのってみちゃんさんめちゃめちゃ大変なんですからね、これ、うん、皆さんたくさん打ちまくっても壊れないように作るってすごい技術だと思います、うん、はい、じゃあちょっと打ってみましょうか。シャフトはテンセイの TM50 フレックス S ですね。シャフトだから前作と同じですね、テンセイレッドの純正シャフトが入っているという形になると思います、はい。弾けの強さみたいなのはやっぱり変わらずかなりありますね。やっぱカーボンフェースなのに、こう本当にこう音とか感触っていうのが金属なんですよね。パンと弾く感じがして、すごいこう爆発感があるフェースですよね。気持ちいい。
カーボンを採用したことで余剰重量が増えてるっていう話がありましたけど、はい、ソールのバックウェイトはですね 25g、 25g だいぶ重くなったんです。すごい。今でもなかったわけじゃないんですけど、はい、まあ、かなり大きい重量物がついているですよね。ここに 25g すごい。やっぱり完成モーメント上がりますよね、これでね。やっぱり先ほども言いましたけども、前作ね、あの一発の飛びっていうのはすごいドライバーだったんですけど、なかなかちょっと打ち切れないっていう方が多かったと思いますけど、このステルス2に関しては、まあ、その辺の重量配分改善されてきて、ファーギブネス、まあ、造語ですけども、遠くにより優しくまっすぐ飛ぶ、こういうキャッチコピーになってますね。テラメドさんもやはりツアープロには大変好評だったんだけども、アマチュアの方には少しハードすぎたかなっていうのはあったんだと思います。なのでこれね、アマチュアの方でも打てるステルス出ましたよっていうことでしょうね、はい。今回のステルス2もですね、はい、ヘッドの種類が3機種出てるんですけど、はい、前作同様にステルス2プラスと、うん、でノーマルのステルスと、はい、でステルス 2HD、はい、HD はハイドローの意味だと思うんですけど、ハイドロー、3機種で最も優しいドライバーを打っていただきたいと思います。はい、で、まあ、まずは前作のステルス HD からちょっと比較していただきたいと思います。はい、よりこうヘッドスピード少し遅かったり、ちょっとこうスライスが多かったりっていうね、いう方向けっていうことですよね。まあ、優しくドローが打てますね。やっぱり、HD とはいえステルスの HD なので、本当にアベレージクラブのガンガン捕まるみたいな感じはないんですけども、やっぱハードヒッターでも球ちょっと逃げちゃうねっていう方にはすごくいいんじゃないかなというドライバーでしたね、はい。続いてステルス 2HD ドライバーを打っていただきたいと思います。はい、重心の位置が少しこう中心軸よりもより遠くに来てると思うんですよ、新しいのは。なのでシャフトが同じなんですけども、よりこうスイング中にシャフトがこう動きますね。しなりがやっぱりこう前のよりも多くなってるので、よりこうヘッドスピードが上がったり、よりこう上がってより捕まるっていう感じですね。はい、特徴のあるそのヘッド後方のウェイトなんですけど、はい、なんとこのモデル 30g、 おお、 30g って書いてある、はい、本当だ。余剰重量をドーンとこう後ろにヘッド後方に持ってってる、こっちですね、ということですね、はい。じゃやっぱ振った感じからするとこの中心軸よりもこうより遠いところにある、その分だけシャフトがしなるっていうやっぱり感じなんでしょうかね。それによってですね、やっぱり前の HD よりも全然捕まります。具体的に言うと15ヤードぐらいはやっぱり左への回転は多いと思います。打ち出し角も今ここですからね。これ僕のスタジオで7番アイアンぐらいの打ち出し角、これ皆さんこのぐらいの高さなんですよ。かなり高く上がっていいドローが出てますね。これはさらにですね、ステルスちょっと打てなかったよっていう方はステルス2さらに HD にすると、これはもう皆さんが打てるステルス2なんじゃないかなと思いますね、はい。ツアープロの飛距離が手に入る。ちょっと薄いけど、ああスイートエリアはですねめちゃめちゃ広がったと思います。やっぱりと後ろのウエイトかなり増やしたので完成モーメントが相当上がってるんでしょうね。前のステルスとはちょっと比べ物にならないぐらいスイートエリア広いですね。普通のドライバーのあの優しいドライバーと同じぐらいのスイートエリアを感じますね、はい。では、はい、セレクトフィットストア限定モデル、最も上級者向けのステルス2プラスドライバーを打っていただきたいと思います、はい。これも前作と比較していただきたいんですが、はいはい、前作は非常にハードでですね、
ツアープロはたくさん使ってたんですけど、はい、意外と厳しいねっていう方が多かったモデルでもありますね、はい、もうなんかもうそのままこうレーシングカーにナンバーつけてそのまま売っちゃったみたいな車ですかねこれね。ツアー支給品ってたまになんか流出したりしますけどね、なんかうわプロと同じクラブってこうパターはねそれでもアマチュアの方使えるんですけど、ドライバーとかこれでこんな一般的に売ってるのと違うのかっていうふうに驚く方いらっしゃると思いますけど、そのまんまのクラブを売っちゃってるということですよね。はい、これもですねボール半個分ぐらいですかね、ちょっと遠側に当たったんですけど、やっぱり他の2モデルに比べてしっかり遠側に当たった分だけグリッとグリップが少し持ってかれる感じがします。スイートエリアはかなりこうギュッと集中している感じがします。芯に当てられないともう進化が発揮できないドライバーっていう感じがしますね。ではアスリートゴルファーの本命になりそうなんですね、はい、ステルス2プラスドライバーを打っていただきたいと思います。はい、このモデルを選ぶ人はですね、はい、カスタムシャフトにすることも多いと思うので、今回はですねスピーダー NX グリーン 60S を用意してみました。はい、課長これがついてるんですねやっぱね。あ、そうですね、はい、今回もスライドウェイトがついているという、はい、ちなみにカスタムシャフトで税込み116,600円。おお、だいぶ高くなりましたね。そうですね、はい、まあただね上級者になればなるほどね80代70代になってくると1打の重みっていうのがこうどん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 こうよりシビアな話になってきますからね、1打2打1万円2万円で買えるんだったら安いんじゃないでしょうか。はい、よし行きますよ。弾低いっすね。はい、ヘッドスピード的にはですね、今 43.4、 もうここが下限ですね、一番下、こっから上じゃないと美味しくないです。はい、44、45、46もしヘッドスピードがあったらもっともっといいドライバーだなっていう風に感じれると思います。昨今やっぱりこう市販モデルとプロモデルでそんなにこう大きな違いがないようなこう優しいモデルっていうのが増えてきてるんですけど、こういうねもうとんがり切ったドライバーっていうのももう体育会系でねしっかり筋力があってヘッドスピードもガンガンありますという上昇志向の高いゴルファーはねこれは面白いドライバーだと思います。もう振れば振るほどよくなってくるような感じのドライバーですね。前作と比較してどの辺にその違いを感じられますか？前作よりももっと針が振れてます。球の打ち出し角としてはよりこう低めにこう抑えられる感じになっているので、コントロール性っていう意味でかなり針が振れてる感じがしますね。やっぱり直進安定性は持ちつつもっていうのはあったと思うんですけど、これに関してはもう本当に球を自在に操れる、よりこうレーシングカーにこう近くなったようなあのドライバーかなっていうふうに思います。うん、もう少し打ってみましょうか。はい、ソール前方のスライドウェイトが 15g で、バックウェイトが 15g と 15-15 ですね、はい、15-15 です。初速がめちゃめちゃ速いです。もう僕ここ18年ここでやってるので、打ってバシッて当たるこの時間みたいなのはもうこのぐらいっていう固定観念がこうあるんですけど、打ってからの的に当たるまでの音ですね、時間がめちゃめちゃ速いです。もうバシッっていうのと同時にズバッて当たってるんじゃないかなっていうぐらいすごい弾けが強いですね。これはヘッドスピード速い方はめちゃめちゃ面白いドライバーだと思います。はい、練習したくなる、振りたくなる、そういうドライバーですね。
シンはねやっぱり前作に比べてこのプラスもそうですし広がった感じはします。やっぱり、うん、音もなかなかいいですね。そうですね、音もやっぱりこう金属音と潰れ音のこう中間みたいな、こう去年はあのカーボンフェイスにすることで、はい、音大丈夫ですかみたいな話が結構話題になりましたけど、はいはいはい、今回はだいぶ複雑な構造 でカーボンも増やしてますけど、はい、なかなか心地よい音がしますね。そうですね、玉のこう持ち感みたいなのもちゃんとあって、弾け感みたいなのも先ほどから言ってるのかなり強烈ですし、音量とかねこの辺もやっぱりこうあまり大きすぎても小さすぎてもあの飛び感っていうのはプレイヤー側はちょっと気持ち悪く感じるんですけど、非常にその当たった時の音質だったり音量だったりとかもかなり計算してる感じはしてますね。はい、今回ですねステルス2新しいドライバーを3モデル打たせていただきました。はい、前作はですねちょっとやっぱり荒っぽいというかですねハードヒッター向けかなっていうのはちょっとあって皆さんちょっと手に負えない感じもあったと思いますけども、今回ステルス2に関してはこちら側のねここをカーボンにしたりとかですね余剰重量を生むことでさらに最適な重心配分することでですねもう本当にこう飼いならされた猛獣みたいなのをみんなで、ね、楽しんでいただけるんじゃないかなっていうようなドライバーかなというふうに思います。こちらのですねステルス2ドライバーめちゃめちゃ飛びます。ぜひドライバー今ご検討されている方これはですね打たないと損です。お近くのゼビオグループ各店でお試しください。